こんにちは。バリ島ウブ島から、シッシーオリジナルバッグの生島直美です。こんにちは。今日は話すのは、昨日帰ってきたばっかりなんですけどね。昨日って今日がいつかといえば12月の3日かな、昨日12月2日の夜に帰ってきた、バリ島に帰ってきたわけですけれども、どこに行ってたかといったらスラバヤに行ってましたね。動画はねあまり長くしてはいけないということでですね、ただいま、ユーチューバーになるべく頑張っている、45歳でございます。まあ、それはともかくスラバヤっていうところから帰ってきましてですね、皆さんバリ島ウブドね、ウブドはともかくインドネシアのバリ島、旅行で人気なんでご存知だと思うんですけれども、私が行ってたのはスラバヤっていうバリ島が、まあ、ここにありましたらですね、この西の方にあるこうジャワ島というインドネシア本島のね東の方、バリに近い方にですね、ジャワ島のスラバヤという、都市がございます。インドネシアの首都はジャカルタというところなんですけれども、ジャカルタにねちょくちょく出張で行くんですけれども、スラバヤには実は1年半ぶりに行ってました。この間まではね、2年ほど前までは半年おきに行ってたんですけれども、ちょっといろいろありましてですね、久しぶりに行きました。1年半ぶりのスラバヤ、何をしに行ってるかというと、その先も言ったみたいに私がですね、バクのお店をバリ島ウブドでしております。シシっていう SISI シシっていう名前でやってるんですけれども、その、販売のイベントですね、友達たちとですねバリ島を、一緒にこう出発して、それこそ行商ですね、こう荷物を担いで段ボールを運んで、それでジャカルタとか、いろんな都市、実はね日本でもやってます。東京、これで横浜でもやりましたね。奈良は私の今家が、実家があったり家があって、もともと大阪の人間なんですけれども、奈良に家があるものでですね、奈良でやってます。奈良、東京、今年は横浜でやってすごい楽しかったんですけど、名古屋でもしてますね。今後は日本でもない、誰か撮ってますね、日本でもない、インドネシアでもないところでまたやっていきたいなと思ってますので、私の町にも来てよっていう方はぜひ、こんな面白いよっていうところがありましたらご連絡ください。そこでイベントをやってました。スラバヤですね、ジャカルタでね、イベントに参加して、お客様として何の音来てくださってる方もたくさん、これ見てくださってると思うんですけど、スラバヤはねやっぱ規模がねちっちゃくてですね、町の感じはウブドとは違うんですけれども、そのコミュニティの雰囲気はですね、みんながこうなんとなく知り合いっていうのはちょっとバリに似てるなと思いました。そこでですね、なんかくしゃみしてますね。中華系が多くてですね、中華とかがすごく美味しくてですね、バリから、飛行機、まあ、1時間時差はあるんですけれども、飛行機で、まあ、1時間ぐらい、1時間なんかでビューッと乗ってですね、ちょっと言ってる間にこうバーッと降りてくるんですけれども、そんな感じで気軽に行けます。渋滞もほとんどないし、宿泊先と会場が一緒という一軒家を借りてるんですね。で、3ベッドルームでですね、今回うちのシシオリジナルバッグのシシ、ヨガリラックスウェアのスブーさん、あと石鹸のスロープソープさんという3つで行きましてですね、3ベッドルームなんでそれぞれに泊まってですね、で会場にこう商品を置いてね、お客様をお家に、ホームパーティーねみたいな感じでお迎えして、あとプラガワインさんっていうね、バリ島、私もアンバサダーっていうのをやってます。バリ島さん、ワインね、プラガワインさんでやりました。そんなこんなでですね、スラバヤ帰ってきたんで、昨日まあ一日イベントがなくて、まあいろいろ見回ったりしながら、まあ移動日でもあったんですけど、なので帰ってきてからも今日は元気です。でですね、バリに12日間ほどおりまして、次は私チカラン、ジャカルタから東部に40キロぐらい行ったところのチカランに、次行くためにまた今新しい商品を、私は作らないんですけど作っています。そんな、落ち着きのない45歳、バリ島ウブドでやっておりますので、またよかったら、いろいろこれからね、もちろん私のしゃべり以外にもいろいろ面白いものをアップしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録というのよく分かっていない、打倒ヒカキンって言ったら、うちの子供たちにものすごい笑われたので、ヒカキンさんねすごいですね。もちろん何かどうしたってこともないんですけど、まあ、言うと面白いかなと思って言ってるだけですので、またよろしくお願いします。それでは、またね。